大阪市交通局2 0系電車は、大阪市交通局が1984年より量産を開始した通勤系電車である。2018年4月の大阪市交通局未営化に伴い、大阪市高速電気軌道に継承された。電気市直波制御車である1 0の試作車として1973年に製造された2 0系 1984年より量産が開始された VVVF インバータ制御車の 20K1990 年に登場したステンレス車体の新 20K の3グループが存在する。本記事では 20K 及び新 20K 並びに大阪港トランスポートシステムが1997年に導入した新 20K と同一設計の大阪港。 トランスポートシステム大津軽電車について記述する。1985年の4号線深江橋、長田間開業などに伴う、所要車両数増加への対応や、老朽化や陳腐化が目立ち始めていた50系、30系などの抵抗制御車の淘汰とこれに伴う、保守の合理化、それに冷房化率の向上による、乗客サービスの改善を目的として、 開発、量産された18.7メートル94、扉車群である。三小交流誘導電動機を、インバータ制御機で制御、駆動する当時最新の VVVF 制御システムを、搭載しており、大阪市交通局の、第三機場終電方式を用いる、高速電気機動前線で使用可能である。その外観形状から、先行する重計のそれを踏襲した。 アルミ合金製車体を備える2 0系と、軽量ステンレス製車体を備える、新2 0系の2グループに対別される。本系列は2 0系、新2 0系ともに、以下の各形式で構成される。なお、形式の100の位の数字は先行する1 0系に、習って不満されている。なお、投入線区より、編成量数が異なるため、未導筋線用2 1系以外の、 各グループは、それぞれ未製造の形式がある。編成は両端に付随車あるいは制御車を、中央に、電動車をそれぞれ置いた4両編成を2セット、組み合わせた8両編成を基本に計画されており、以下の通り各線の輸送状況に応じて、車両数を加減している。以下の例は2 0系、新2 0系の例である。編成の右側は、未動筋線中、より、 谷町線、大日より四つ橋線、住野江公園より、中央線長田より、千日前線の打半信より、各線共通で、緑儀県車上よりである。なお、本系列は、従来の30系や10系と同様に、車庫、工場内での入れ替え作業や、保守の瓶を図り、編成を中間で、分割可能なように設計されており、上記では、 簡易運転台付きの車両を記号で表記している。1984年に中央線用2601回が、1985年末に中央線用2602回から2605回が、1989年には中央線用2606回から2607回。 谷町専用発の冷房車となる2631階から2639階が、いずれも6両編成で製造された。投入線区ごとに0番台と30番台に区分されたが、近鉄乗り入れ関係の設備の有無とラインカラーが異なる以外は、基本的に同一設計であり、形的の変更、行き先表示器への英字表記追加や、その設定器の変更といった。 量産中に行われた数少ない主要変更点もすべて量番台車の同時期製造分に等しく適用されている。製造メーカー等は以下の通り、本系列開発の基礎となった大阪市交通局における VVVF 制御の実用化研究はもともと石油ショックをきっかけとする建設飛行等に、こうするべく1979年3月に、 局内に設置された地下鉄小型化調査委員会における地下鉄車両の小型化研究を出発点としている。後に7号線向け70系や8号線向け80系として結実することになる。この研究の過程では建設非高等の最大の要因であるトンネル断面の縮小を目的として車輪系や床面高さの縮小が重要課題として取り上げられた。 これらの課題については、折からの半導体技術の進歩、特に、インバータ装置の心臓部となる、主回路のスイッチング素子とそのパターン制御に必要となるマイクロプロセッサの急速な進歩によって、解決の道が開かれた。これらの技術革新により、従来は実用化が困難と見られていた、三小交流誘導電動機と小直径車輪を、 用いた駆動システムの実用化のメイドが立った。従来、三小交流誘導電動機は整流子を持たないため、保守上問題となる、摩耗部品が、軸受けに限られ、フラッシュオーバーの危険がなく軽量、コンパクトで高回転数化や、大出力化が容易しかも、直流電動機を上回る、最粘着特性が得られるという、大きなメリットを備えていて、 鉄道技術者からは、夢の電動機とさえ呼ばれていた。だが、その反面、三小交流誘導電動機には、一定周波数、一定電圧の下で、一定回転数を保とうとする性質があり、軌道トルクが小さいという問題があって、長らく高速電気鉄道での利用は困難にし、されていた。この問題が、この時期になって、実用段階に入りつつあった、高速、 高体圧、大出力かつコンパクトなスイッチング素子と、これをプログラムに従って、波形制御するマイクロプロセッサを組み合わせ、電圧型 PWM 制御によって、可変電圧、可変周波数制御を行うことで、解決可能となったのである。しかも、この制御法により直流整流子電動機に近い、あるいは、それを上回る、 優れた出力、粘着特性を得ることさえも可能となった。こうした周辺技術の進歩、成熟を踏まえ、高速電車用 VVVF 制御システムの開発が、日立製作所、三菱電機、それに東芝といった有力電機メーカー各社を交えて開始された。この制御システムについては、大阪市交通局と同時期に、 日本国有鉄道や近畿日本鉄道と東京急行電鉄などがそれぞれの取引先である電気メーカー各社と共同で大規模な研究開発を実施していたが直流1 5 0 0ボルトの下での高速電車への適用にフォーカスしていた各社とは異なり大阪市交通局のプロジェクトは低床のミニ地下鉄での使用を前提としてコンパクトな 機器開発を重視していた点で一線を隠していた。もっとも、ミニ地下鉄の技術的可能性を探るという、その開発経由に、大阪市では、VVVF 制御そのものの開発とスイッチング阻止の開発が同時進行するという異例の事態となった。この点では、単純に大型高速電車への適用に特化して、研究を進められた他社とは、状況が異なっており、 これは後に、VVVF 制御車の営業運転開始時期で、近鉄や東急の工陣を廃する一員となった。この全く新しい制御システムの開発過程では、漏洩ノイズ等による ATS の軌道回路や、変電所などへの影響を調べるため、営業線上での機器の車載運用試験を行う、必要があった。そこで、当時3号線から5号線への転用の過程で、 余剰車が発生していた100型が、そのテストベッドに選ばれ、ミニ地下鉄を想定した低い床面高さに設けられた、指示下に掃除する形で、試作機器を搭載して、試験運転が実施された。この試験運転では、黎明期の低体圧で、動作の不安定な GT を抑えリスタ素子を、使用していたこともあって、素子破壊が頻発しており、その開発は難航したという。 もっとも、その後半は、回路構成上の様々な対策や実装ノウハウの蓄積、それに、何より、メーカー各社で量産がようやく軌道に乗り始めた 2500V2000A 級、GTO サイリスタ素子そのものの動作安定性及び、生産部止まりの向上により、飛躍的に信頼性や動作安定性が向上して、順調にテストメニューを消化しており、この一連の試験結果は、 ミニ地下鉄実用化にあたっての技術的な裏付けとなり、また2 0系の搭載機器設計に貴重なデータを提供することともなった。こうした技術開発の成果を受け、量産先行試作者として、メーカー各社が分担して製造した2 0系第1編成は1984年3月に、竣工した。 これは、日本初の VVVF 制御による、誘導電動機搭載鉄道車両となった、熊本市交通局8200系電車に続くもので、あり、従って、高速電気鉄道用として完成したものとしては、日本初の VVVF 制御車となっている。冷房装置1 0と同様に側窓として二段上昇窓を、備える、切り妻構造のアルミ合金製車体である。 ただし、アルミ合金の加工法の発展によって、大型押し出し型材や、薄肉型材、あるいは中空型材の使用が可能となったことで、構えたい設計が全面的に見直されて、よりシンプルにリファインされ、また従来よりも 105mm 薄くなった、新型冷房装置の開発によって、当時の重軽では一段低くなっていた、両端部分の天井が、 他と同一平面とされ、冷房の吹き出し口も通常のスリット型となるなど、内装もより洗練されたものとなっており、開発時期の相違を反映して重慶より一歩進んだ、設計となっている。前面は重慶と同様に、終焉部に枠状の FRP フ地飾りを取り付けた、いわゆる額縁スタイルであるが、ガラス窓が重慶と異なり上辺が、 屋根との接合部まで届かず本来の窓枠上部に設けられた方向膜の部分で止められ、その代わりに窓周辺をブラックで塗装する当時流行のスタイルが取り入れられている。このため、全小灯と標識刀は全面窓上部のつま板左右に各一刀ずつ、角形刀具を左右に並べて一体化したユニットを振り分けて埋め込まれており、 重慶に近いながらも固有性の高いデザインとなっている。冷房装置は重慶での実績をもとに開発された新型の超薄型冷房装置である三菱電気 CU-74C 及び東芝プー -4410 を搭載する。開発当時の技術で極限に近い薄型化を実現していた重慶用冷房装置であったが、その後の技術の進歩。 特にスクロール型コンプレッサーの実用化によって、より一層の薄型化が可能となり、2 0軽開発に合わせて、厚さ 300mm と従来比約74%として、実用化が図られた。外観上は、屋根高さなどほとんど変化しておらず、薄型化の恩恵はすべて客室内の天井を高さ、引き上げに振り向けられており、重軽で圧迫感を与えていた。 車内両端部の冷房装置の露出部がなくなって通常部分と同じルーバーが設置されている。終電装置付き DS-20K、台車本系列は日本の高速電車における VVVF 制御技術開発の要覧の一つとなった点で特筆される。20K の段階では GTO インバータの容量などの制約から1台の制御機で2機の主電動機を制御する 1C2M 構成のものを2セット搭載しており、制御機はそれぞれ東芝 BS-1408B、日立 VFHR-103、三菱 SIVV564M-1-2 であった。本系列の中でも第一編成については3両の、 電動車の伝送品を東芝、日立製作所、三菱電機の3社がそれぞれ1両ずつ分担して担当するなど試作要素が多く見られ各社が量産に必要なデータを収集するための量産先行試作者的な性質の強いものであった。なお、電動車の伝送品のメーカーは2601回以外については編成内で1社に統一されている。 主電動機は、VVVF 制御のため、従来の重計までと比較して整粒子が不要となり、主電動機容積に余裕が生まれて、磁気回路の容量が増強され、重計の東芝 SE-617A と、比較して 10kW 増の端子電圧 550V 時1時間定格出力 140kW、1600rpm が実現された。また、 製造メーカーはこれまで東芝の一社指名であったものが制御機の製造に参加する三社すべてから供給されるように改められており、このため、東芝 C-309、日立 HS-34529-02、RB、三菱メガバイト -5012A と三種の4、極軸通風式参照化後形誘導電動機が採用されている。 台車は、重慶用インダイレクトマウントのスイングハンガー、軸バネ式空気バネ台車である DS、DS-10 と、ほぼ同仕様の DS-20 が採用されている。また、車輪内周部に、異種金属による、防音リングを圧入してきしり音の低減を図った、防音波打ち車輪を装着する。終電装置は重慶と同様にセン闘による、 改正執行を防止する目的で、隣接する2両の電動車のうち一方の前台車と、もう一方のシ車寄り台車の合計左右3箇所ずつに、設置されている。ブレーキ装置は重軽に順じた全電気指令式で、あるが、紹介量が施され、形式に変更が生じた。2000年からは、車椅子スペースの設置が、2002年からは側面、行き先表示器と、 車内案内表示装置の設置が開始された。中央線に配属された車両のうち2601階と2602階は車体側面全体に沿線の観光地である海遊館のジンベイザメなどを描いたラッピングフィルムが施された。この二編成はラッピングフィルムが剥がされた後に側面行き先表示器が取り付けられた。ワンマン。 高速化改造2006年3月27日の近鉄京阪な千2駒駅合計なら、富川岡駅間開業時の動線における最高速度の向上に合わせて2004年に第一編成の制御阻止が GTO サイリスタ阻止から日立製イグブト阻止に圧縮交換され、他の編成も順次交換された30番台車は、 この近鉄京阪な線延伸開業の際に、全編成が車両番号の変更を実施せずに、谷町線から中央線に転用され、代わりに2 4 k 急編成が谷町線へ転用された。これは、20K がちょうど主要機器の更新時期を迎えていたため、近鉄線内での実測9 5トル運転やワンマン運転への対応改造を同時に行うことにより、 効率化を図ったものである。2006年までに全編成の制御装置の改造工事が完了し、最高速度は時速 70km から時速 95km、起動加速度は時速 2.5km、S から時速 3.0km、S にそれぞれ変更された。また、軽阪な線延伸開業時に近鉄線内でのワンマン運転が開始され、 それに対応した機器が設置されている。第一編成の2601回は2014年8月21日の朝ラッシュ時の運用を最後に営業運転を終了し、同月25日付で廃車となった。営業運転終了に際して、7月23日から、さよなら20から01編成たくさんのご乗車、ありがとうございましたと書かれた。 2 0系のイラストの中に、大阪城と海遊館も描かれた、ヘッドマークが掲出されていた。これに合わせて、2 3系0 6編成が2013年3月ダイヤ改正で、運用が削減されていた四ツ橋線から中央線に、転属し、2 4系第56編成として使用されている。残る15編成についても、 2023年4月より導入予定の新型車両4 0 0系によって置き換えられる予定である。新2 0系、新2 0系 v v v f インバータロゴ新2 0系は基本設計の共通する2 1系、2 2系、2 3系、2 4系、2 5系の各系列の汎用的な総称である。 5系列合計で87編成560両が製造。さらに2005年に24系をベースとした大阪港トランスポートシステムの大津系2編成12両も新20系に編入され、2017年現在は合計89編成572両が在籍する。最初に営業運転を開始したのは、 谷町線2 2系と四つ橋線2 3系で、共に1990年4月25日から営業運転に入った。比例防車である3 0系と5 0系の老朽取り替えを目的として1990年から1998年にかけて製造され、それぞれ1号線、2号線、3号線、4号線、5号線に配置された。製造メーカーは、 日本車両製造、川崎重工業、日立製作所、東急車両製造、近畿車両、アルナ工期の各社である。また、架空電車線方式の6号線向けに、同じくステンレス車体、VVVF インバータ制御の66系も製造されている。この新20系では、車両番号が5桁となり、万の位の2は20系を表し、千の位は、 投入線区の路線番号、100の位は車両の形式、10と1の位は車両番号を表す。ただし、放棄上の正式な形式称号は1000の位の投入線区路線番号が省略された4桁となっており、いずれも2 0系の対応する形式と同一である。車体本系列では3 0系以来のステンレス車体が採用された。ただし、 30K とは異なり、構成の構え体にステンレスの外反を貼り付けたセミステンレス車体から当時最新の有限要素法によってコンピュータ上で強度計算を行って設計された高高張力ステンレス鋼を全面的に用いる軽量構造をステンレス車体に変更され、在来のアルミ車に匹敵するスペックをより低廉な製造コストで実現している。また、 エクステリアデザインについては抜本的な改良が加えられており、側窓にはバランサ内蔵の一段加工窓が採用され、前面は従来通り縁取りを設けその内側をダークグレーに塗装する、いわゆる額縁状のデザインとされたものの、新たに緩やかな局面を描く区の事情の流線型デザインが取り入れられた。この新デザインでは二つの全商灯が、 全面中央に左右に並べて配され、LED による標識灯が FRP 製外縁の窓高さに組み込まれた斬新なデザインとなって視認性の向上が図られており、シンプルな造形ながら冷房付きの新車登場を市民に強くアピールすることともなった。なお、側面には薄板材が使用される外反の溶接歪みを目立たなくするために、 プレス加工によるビードが入っている。さらにサービス向上のため、室内灯への5 0系以来久々となるグローブの取り付け、座席へのコイルバネによるクッションの追加、車体側面への行き先表示器の設置、非常通報装置のインターホン化、それに客用扉上部への車内案内表示装置の設置などが実施されているのも大きな特徴であるが、これらの改良は、 以後の10系及び20系の更新メニューに反映されている。なお、保守に関係のない部分の設計や工作方法は、ある程度メーカー各社の裁量に任されており、近社と等級性は、側構え体と大枠の結合部が、インダイレクトスポット溶接されているが、他社製は、専用説の上カバーが被せられているといった相違がある。主要機器。 新2 0系では、GTO サイリスタの容量増大を受けて一台の、制御機で4機の主電動機を制御する 1C4M 制御が実現しており、それぞれ東芝 SVF-001A0A1、日立 VFHR-129、三菱マップ -144 から 75V26 に変更された。ただし、制御機が、 各メーカーでの共作となった 20K とは異なり、新 20K では細部は違うものの、日立製作所が設計手動の下3社で制御機の設計を OEM 方式で共通化した関係で、メーカーによるレイジオンの違いはほとんどない。主電動機は 20K と互換性を持つが、東芝 C-309B。 日立 HS-34529-04RB-05RB、三菱メガバイト -5012A3A4 に、形式が変更された。台車、終電装置は 20K のものを踏襲した。ただし、新たに設定された4両編成では、電動車が2両ともメガバイト車であるため制御車2両が、共に、全台車終電装置付きとされ、 六両編成時には四両と二両で、電気的に分割されることからペアとなるべき魔車の内に、両側のメガバイト一車のために隣接する制御車の前台車に、そして九両編成。十両編成時には、ペアとなるメガバイト車を持たない魔車のために隣接する、付随車の魔車より台車に、それぞれ終電装置が設置されている。未ス筋専用の車両は 21K と呼び、 1991年から1998年にかけて重量編成18本が日本車両製造、東急車両製造、近畿車両、川崎重工業の4社で製造された。製造担当メーカーは以下の通り。玉川守材、フィッティのラッピング車未更新車この21系は重量編成での運行への対応のため。 ブレーキ性能の確保を図って、編成中央部の2700型に空気圧縮機が追加搭載され、さらに高密度運転線区への投入のため、起動加速度が他の新20計画系列の時速 2.5kmS に対して時速 3.0kmS とされるなど、同時期製造の多線区向け新20計画系列とは一部仕様が異なる。 情景表のように1991年から1994年にかけて製造された第1編成から第13編成は給料編成で落成し1995年12月9日より重量編成の運転開始に伴い付随車である2500系21501から21513が川崎重工業日本車両製造で新造され それぞれの編成に組み込まれた。1994年3月生の21613回のうち1号車1番ドア山側のドアは内側の帯状の金具のない服装ガラスドアの試験ドアである。ドア取って位置は変わっていない。残りの5本は重量編成で落成した。なお、第14.1号編成に組み込まれている2500型は 当初は2800型という扱いになっていたが1995年12月に2両とも2500型に改められた。この2本は重量編成で落成していたが、落成してから1995年12月8日、までは前述の21864.21865が外された給料編成で営業を運用されていた。 これ以降に製造された車両のドアは、服装ガラスドアで、内側の帯状の金具がなくなり、ドア取っての位置も下部に変更されている。その後、1998年より開始された1 0のリニューアル工事に伴う運用可能編成数の不足を補うため、第18編成重量が、日本車両製造で追加製造されている。また、同年12月より、 第12編成が連結面の転落防止ホロの試験のために用いられ、その結果2000年より本格的に採用されることになり、全編成に設置されている。1996年に製造された第16編成から各扉の上部に LED 式の車内案内表示器が設置された。その後1997年から2003年にかけて、 残りの15本に対して設置工事が施行されたが、第16.17編成が全ての扉の上部に設置されたのに対して地取り配置とされ、1998年製造の第18編成でも地取り配置となっている。2012年より第7編成を皮切りに中間更新が行われている。改造内容は工術のリニューアルのラムを参照。 平日ダイヤの全列車で、女性専用車となる6号車が、車体広告のラッピング車両とされている編成もある。元大津系の22,663回、未更新車谷町専用の車両は 22K と呼び、1990年から1996年に、かけて6両編成19本が、近畿車両、東急車両製造、アルナ後期、 日立製作所、川崎重工業の5社で製造された。1990年に製造された第1編成から第7編成までの42両は4つ橋専用2 3系の第1編成から第7編成までの35両と、共に初期車の部類に入り、前面の車両番号表示が他の車両に比べて大きい。製造担当メーカーは、下表の通りで、 全編成が6両編成で竣工している。1997年から2004年にかけて、LED 式の車内案内表示機が客用扉室内側上部に千鳥配置で全編成に設置された。この車内案内表示は、御堂筋線、四つ橋線のものと谷町線、中央線、千日前線のものと見た目は同じであるが、 文字を表示するパターンやタイミングが若干異なっている。2006年3月に延伸開業した近鉄系犯な線への直通運転に備えて、谷町線と中央線の間での大掛かりな車両の転属が2004年から始まり、大津系から編入された2編成を含む中央線の24系の、京急編成54両が22系に編入され、50番台の 区分に分けられた。開板の際に、q ーツ系を除いて種社の番号に沿って開板されているため、22,651階から22,654階は存在しない。この転属に際して、谷町線では、不要となるそもそも即ブレーキの無効化が、八尾車庫にて行われている。また、2 4系時代には設置されなかった蒸気の、 LED 式の車内案内表示器が2008年から順次設置されている。2 0系との交換終了後は2 4系の旧編成が2 2系となって合計28本の体制となっていたが、2018年に第6編成がリフレッシュ改造と同時に2 3系となって4つ、端線に転属したため2018年現在は6両編成27本が、 在籍している。2011年より第3編成を皮切りに中間更新が行われている。改造内容は後述のリニューアルのラムを参照。車両番号及び編成番号の編成は可表の通りである。なお、印を付けた編成は後に 23K に編入された。試験中の FS560 試作台車未更新車4つ。 橋船用の車両は二十三系と呼び、九百九十年から九百九十六年に、かけて五両編成十八本と六両編成四本の、計百十四両が、日立製作所、川崎重工業、日本車両製造の三社で製造された。また、四つ橋線の列車の六両編成化に伴い、九百九十六年から九百九十七年に、かけて、 カニ運転台付きの付随車である 2800K23801 から23818が、川崎重工業にて製造され、5両編成で製造された第1編成から第18編成に組み込まれた。なお、組み込む際 2300K のカニ運転台が撤去されている。 1996年に23,619回から23,622回の導入に伴い、新3 0系ステンレス車冷房化改造車を谷町線に転出させた。本系列の23,613回では一時期、試作台車が装着されていた時期があるが現在は元の台車に戻っている。2 2系の節でも記した通り、 1> 第1編成から第7編成は、初期車の部類に入り、全面の車両番号表示が大きい。また、23,656回の種車となる22,606回も一時車だったので、この部類に入る。2 3系は1997年3月31日の6両編成化完了以降、2014年春までは6両編成22本が、 在籍していたが、2013年3月のダイヤ改正で、朝ラッシュ時の列車減便によって、余剰となっていた第6編成が、更新工事も兼ねて、中央線へ転出し、24K、第56編成となった。しかし、2 2系の不死で記述した通り、2018年に 22K、第6編成が、リフレッシュ改造の際に 23K、 第56編成となって4つ橋線に転属となったため2018年現在は6両編成22本に戻っている製造担当メーカーは以下の通りであるなお印を付けた編成は後に2 4系に編入されたこの2 3系では墨野江協定開催時の墨野江公園駅での混雑時の乗降分離のために1号車と2号車の 片側4カ所の客用扉のうち2カ所のみを開閉する機能があるが、ドアカットは中止している。23,656階は、ドアカット実施時代は4つ発車線に在籍していなかったため、最初から装備されていない。なお、営業区間は全区間とも地下線のため、本系列については、日よけのカーテンは設置されていない。また、 谷町線より転入した23,656回も改造と同時にカーテンを撤去している。製造時に車椅子スペースが設置されていなかった23,601回から23,609回は2000年8月から2004年にかけて設置改造が行われた。最初に改造された編成は23,608回、最後は23,606回であった。 また、2000年から2002年にかけて、全編成を対象に転落防止ホロ設置改造が行われた。2006年には、第11編成の客用扉室内側上部に、千鳥配置で LED 式の車内案内表示器が設置され、2014年の第2編成の更新工事完了をもって、全編成に車内案内表示器が設置された。 2012年に第1編成がリフレッシュ更新工事を受け、営業運転を開始した。各車両ごとに号車を表すステッカーを車体側面に重布したほか、車内では地取り配置で LED 式の車内案内表示器とは、対面の扉上に現在地を示す電光ランプの取り付けや、ロングシート中間部にスタンションポールの設置、運転台では、 モニターの設置と速度計などの更新などが行われている。なお、車体の高圧洗浄は実施されていない。2013年には、全編成でドアガラスに貼られていた車椅子マークは、リニューアル更新工事の有無に関係なく、すべて剥がされた。谷町潜在席時代には1998年の設置改造以来、 ドアガラスの車椅子マークが貼られていたままであった23,656回では、2018年の、転入、リニューアル工事時に剥がされている。2018年6月現在、第1.42.37編成、また、谷町線より転入した第56編成で、リフレッシュ工事が完了しており、第3編成、第7編成、第56編成は、 車内デザインが変更されている。2021年6月施行の第5編成を最後に初期車のリニューアルが完了した。大阪メトロの第3機上の車両の定期検査が4つ橋線の緑木検査場で行われているため、第3機上の打線の車両が4つ橋線に入線することはあるが、23系が4つ橋線以外の路線を走ることはほとんどない。 四つ橋線以外の路線を走行とした一例としては、2012年11月に、第一編成が、大阪市営交通フェスティバル2012の一環として、運行された、臨時列車にて、御堂筋線大国町新金岡間を走行した実績がある。また、第56編成の 22K からの転続改造は、 中央線の森宮県車場で実施されたため、試運転等では中央線を走行している。前述の通り、2014年に第6編成は中央線に転属して、大阪車両工業で24系に編入、改造された。なお、2014年に四つ橋線と中央線との連絡線が本町駅構内に完成し、翌2015年より、 使用開始したためこの転属が大阪市営地下鉄においてトレーラー輸送を伴う最後の転属となった。中央線用の車両は2 4系と呼び、1991年から1995年にかけて6両編成11本が日本車両製造、日立製作所、アルナ工期、東急車両製造で製造された。製造担当メーカーは以下の通りで、 全編成が6両編成で竣工している。なお、印をつけた編成は後に2 2系に編入された。4つ橋線2 3系から、転用改造された24,656回、未更新車2005年7月1日に、大阪港トランスポートシステムの第一種鉄道事業が、大阪市交通局に編入されたことに合わせて、 同社の所有であった大津系に編成が本系列に編入された。編入される際に、客室内の左右両側の客用扉上部にあった LED 式車内案内表示器が千鳥配置に変更されたり、前面の大津のシンボルマークが新20系の VVVF20 シリーズカーマークに変更されたりなどの軽微な変更がなされた。ただし、 座席モケットの色は、大津時代のオーシャンブルーのまま存知されていた。大津軽時代の詳細は口述する。2014年には、四ツ橋線から1990年製の2 3系0 6編成が転属して2 4系に編入されることになり、大阪車両工業で、第03編成に準じた、リフレッシュ工事及び軽阪な線、乗り入れ対応改造が行われた。 転属に際して、ラインカラーの青帯から緑帯への変更、巻き上げカーテンの新設、2から5号車の4番ドア付近にあった、優先席の1番ドア付近への移設が行われた。改造後も22.23軽初期車の特徴である、正面の大きな車両番号が存置されており、変更された10の位の5、1000の位の4の文字も含めて、大きな文字となっている。 4号車の24,856は、4つ橋、潜在席時に追加で製造された車両のため、ドアの形状等が異なっている。近鉄乗り入れに対応して、近鉄区間内、ワンマン運転機能、そもそも即制動装置が追加された代わりに、墨野公園駅でのドアカットの機能は撤去された。前述の通り、24K。 第5編成から第11編成と大津系から編入された2編成は谷町線に転属した。2021年現在、中央線に在籍するのは引き続き残留した第01編成から第04編成と2014年に4つ、ス線から転入した第56編成の5本である。この5本についても2 0系と同様、室内の客用扉上部に千鳥配置で、 LED 式車内案内表示器の設置、行き先表示幕の交換、冷房機横に、車外スピーカー設置、近鉄線内での最高時速 95km、運転、ワンマン運転への対応、機動加速度の向上、機器の高速運転対応化、ワイパーの形状、位置の変更などの改造が行われている。これらは、リニューアル工事前に行われたものである。 2014年に第3編成を皮切りに開始されたリニューアル工事は2016年の第4編成の更新工事をもって 24K のすべての車両が完了した。第2.4編成は車内デザインが変更されている。なお、24K は全編成が2014年度以降にリニューアル改造が施行されているため、 同年度のリニューアル工事施行者から設置された LCD 式車内案内表示器が全編成に設置されており、路線案内表示器、LED 式車内案内表示器を持つ車両はない。2023年4月以降、中央線に新型車両4 0 0系が投入されるが、本形式については他路線への転用が予定されている。 千日前線用の車両は25系と呼び、1991年から1995年に、かけて4両編成17本が、近畿車両、東急車両製造、アルナ工期で製造された。未更新車製造担当メーカーは、以下の通りで、全編成が4両編成で竣工している。千日前線で開業以来運用されてきた50。 ケー1979年から運用された100型は、共に他1区からの転用車であり、これまで新車が直接投入されたことはなかった。それゆえ初の直接申請投入で、かつ乗客から待望の冷房車となった、本系列は還元された。なお、全区間地下線のため、同様の使用条件にある23系と同様、日よけのカーテンは設置されていない。 千日前線では ATC に CSATC が採用されているため、本系列には工場への出入庫に必要となる従来型の WSATC に加え CSATC 対応機器が別途搭載されている。また、2008年に第10編成の客用扉室内側上部に、千鳥配置で LED 式の車内案内表示器が設置され、 2014年の第2編成の更新工事完了をもって全編成に設置された。さらに同年の第8編成の更新工事をもって2 5系はすべての車両が更新を完了した。なお、第8編成は2014年度に施行されたが改造内容は2013年度までのと同一メニューとなっている。このため2 5系には LCD 式車内案内表示器及び回避時の盲導輪明動機能が設置されている車両はない。新2 0系についても竣工から約25年が経過したため、更新工事が実施されることになった。第一陣として1000日前専用2 5万2 5 6 0 7回の更新工事が完了し、2011年1月14日に営業運転を開始した。 更新工事の主な内容は次の通りである。外装内装24,603回の LED 照明と LCD 案内表示器21,611回の LCD 案内表示器内装デザインの変更新デザインが採用された未動筋線 21K の車内これまでもリニューアル施行の際は車内において座席のバケット化や手すり、吊り革の増設などを行ってきたが、 細かい点が多く利用者から大きく変わり映えしないとの声が多かったため新しい発想として利用者に楽しく喜んでいただけるものをコンセプトとして2015年度からリニューアルの際に内装のデザインを未動筋線、谷松線、四つ橋線、中央線の車両を対象に一新することとなったこのデザイン変更は 上記4路線の新 20K の他にも堺筋線の 66K、長堀鶴見緑地線の 70K でも行われている。21K は、未堂筋線の合線カラーでもある赤色で、大阪市営地下鉄の大道脈を表し、未堂筋の伸び行く新緑の胃腸並木を表現。2018年10月に、リニューアルされた第12編成は、ドアの部分にキメを取り入れるなど、 変更後の内装デザインが同編成より前に施行された編成とは異なった新しいデザインとなっている。22K は歴史的な史跡や神社、寺院が立ち並ぶ歴史がある路線で沿線で開催される天神祭りの壮大な花火と谷町筋のゆかりのある梅の花で華やかさと伝統を融合した車両空間を表現。23K は上、つなぎ橋。 下つなぎ橋、墨屋橋、吉野屋橋の4つの橋をモチーフにした四つ橋柄と路線カラーと水をイメージしたブルーを取り入れたデザイン。24K は朝日の昇る一コマ山から太陽の沈む大阪港へ合線カラーであるグリーンベルトでつなぎ、その周りを可愛い魚が泳ぎ回るデザインで明るく可愛い車内を表現。 25K は2014年度までに全編成で、リニューアル工事が完了していたため、内装デザインの変更の対象となった編成はない。その他各年度試行実績翌年4月1日現在。大津 K は、かつて、大阪港、トランスポートシステムが保有していた、通勤系電車で、前述したように、中央線用の 24K に、系列、形式称号を変更された後、 谷町線への転属に伴い22系に変更された。ここでは大津時代について記述する。この車両は1997年12月18日の大津テクノポート線開業に際し、日立製作所で6両編成2本が落成した。車体や主要機器は乗り入れ先の中央線24系と同一仕様であるが、客室案内表示は、 全扉に設置された。また、落成時の編成は以下の通りである。塗装は、大津線の海品をトータルイメージとしており、全面扉がモーニングブルー、それ以外がオリンピアブルーとされ、ラインカラー体も、この2色の塗り分けの上下を白い細体が挟む、独自のものであった。また、車内のカラースキームも、独自色の強いものであり、 海浜をイメージした青系統でまとめられている。大津テクノポート線開業時には、同車両に、漫画、少年、足部のキャラクターである、ごまちゃんのシールが重複されていた。大阪市交通局、新20軽電車に関するカテゴリー、大阪港、トランスポートシステム大津軽電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。